さあということで、はい、こっからは、はい、明日ね、はい、ちょっとラビットのロケがありまして、はい、レンジローバーのね、はい、お金を払いに行くっていうロケが、うん、はい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 、今からね現金をね下ろしに行かないと。あの額？あの額です。638万円。あの額にまあいろいろな、うん、なんか処刑費というか、はい、上乗せされて700万。うおー。の札束が見れると思います。今から？俺下ろしたことないから。ちょっと俺も700万の現ナマ見たことないっすよ。下ろせるのかどうかっていうこと。はい、あーこれここ？うん、ここやろ。これ窓口あるよね。あるでしょ。なんかちっちゃいですね。こんなこんなとこに700万あんのかな。700万もある？みたいな700万の現金下ろすとこ。でもまあさすがに取られへんから中はな。そうですね。まあでもでもその現金持って出てくるんです、ね、うん、そうそうそう、待っときますわ。うん、ローン組めないんですか？いや組めると思うけど、うん、俺あんまな好きじゃないのよ、その借金になるから。どんどん俺も借金したくないねん。あ、そうなんや。誰、おい手ぶらやぞ。俺が鞄持ってるけど。確かに紙袋くれるっしょ、そりゃさすがに。あ、紙袋っていうか封筒、封筒、はい、封筒7個ぐらいもらうんちゃいます。でもさ、700も下ろすってさ、はい、銀行側はさ、うん、ちょっと勘弁してくださいよってなるレベルな。うん、どうなん、そうです、そうです、ね、銀行預けといてほしいですからね。あ、え、森さん今までに700万で見たことあるんですか？ないかもね。ねえ、現生、はい、ないと思うね、多分。いや、なかなか700万はないっすよ。なかなかないよね。うん、多分臓器売っても700万ならない。そう考えたら、なんでそんなん買わなかった。見たことない額下ろして、ヒロちゃんが探してる山何個買えんねん。マジで10個分ですね。うん、まあでもこれもさ、はい、いいストレスですから。そうか、確かに。そう、これのために頑張んねんから。ね、ラビットなんてさ、はい、もうほぼストレスや。ストレス番組やねんからさ。俺ラビットで今まで何本ほど金使ってるもん。初回で俺13万のグッチ買ってんねんから。めちゃくちゃ安く感じるわ。確かに、確かに、うん、前聞いた、言ってた、恥ずかしかった。じゃあちょっと行ってきますんで、はいはい、もしかしたらね俺の統合が聞こえたらごめん。おろせないな。じゃあ行ってきます。はい、はい、いらっしゃい、はい、だめちゃくちゃのどかな場所っすね。そうっすね、確かに700万が似合えへん。カバン似合わないっすね、ここ。この町に700万。下ろしてきました。マクドみたいな感じ。こんな感じなんやと思いましたけども。ちょっと奥行きました。悪いことしたみたいな感じになるな。悪いことした。なんかいいな、ワクワクする。そんな入れ物なんですね。こんな入れ物マクドやね、これ。もう普通の封筒じゃ入らないから。いやでもさ、はい、思ったよりだから少ないよね。あ、俺らが思ってるより700万ってこんなもんなんやって思うね、はい、その大きさ的にはさ。そうですかね、あんまでかい声で700万って。いや、ほんとっすよ。うわー、来てますね、これ。いわゆる帯ってやつっすよね。1個出したのか。お願いします。うえー、おー、おー、あ、これちょっと端っこに真ん中じゃないんですね。ほんまっすね。こっちの右サイドにね、はいはい、帯ってつける。一人だ、一人だ。行こう。行くぞ。こんなわけわからん、来たこともない土地で下ろしてんから。この町の人間性もわからんねんから。葛飾区にね、ああ来てるんですけど、あんまこんなね、現生持ち歩いてる人いなさそうな。葛飾にはね、はい、いや、失礼よ。のどかな町ですからね。なんか全部が俺を狙ってるような気がする、はい、今のトラックもなんか俺を引き
ちょっと引き殺そうとしてた感じはするよね。まあということで、はい、はい、ちょっと触っていいですか。何や触りたいです。触りたい。ここで駐車場でええやろ。駐車場でいいです。ああ、こんなお前全員が狙ってんねんから、お前。こんなお前こんな封筒見たことないやから、これ。なお金入ってる、この辺の人たち。行くよ。はい。うわうわ、いやすごいな。いやすごい、これは。どう、あ、なかなかの、なかなかの絵力ですね。雑誌の裏みたいな。ちょっと後ろのもうちょいこっちがいいかも。後ろマンションがなんか、これサムネでいけるな。確かにな。このサムネはすごいですよ、これ。確かにな。ああ、タレントでこんなサムネ撮るやつになかなかいないです。YouTuber のサムネ。YouTuber。ヒカルとかのサムネ。すごい。ありがとうございます。オッケー、足しよう。すごい。やばい。これ見られた。やばいな。はい、一刻も早くこの土地から離れよう。え、どうします、マジでこっから。なんかでもあれじゃないですか、ま、700万もあったら、うん、1万ぐらい使ってもなんかもう分かんないですよね。は何が。それはお前、それはお前の心の中や。1万ぐらい抜いてもバレへんよなのやつや。俺は1万使ったら分かる。分かります、1万使うんやから。何する、なんか、うん、その贅沢な感じでね、うん、1万円使いたいですよね。うーん、うなぎ行く。あ、うなぎいいっすね。うなぎテンション上がるよ。なんだお前、うなぎに、うなぎに親でも殺されたんだなあ、ぐらい喜んでるやん、うなぎ食うって。うなぎだって、うなぎなんてほんま食わないですもん。葛飾柴又ってなんか、いや確かにうなぎ、ちょっとうなぎある、うなぎのね、あります、あれあるよね、あります、うなぎ、うなぎと寅さんの町でしょ。うなぎの町です、あそこは。うん、どう、なんかあんの、ちょっと調べれんの。調べれると思う、すぐ。てかさ、はい、昔ファイナルで行ったよな。行きました、行きました。ファイトやったっけ。ファイナルです。ファイナルやったっけ。はい、行った、行ったな。あそこだって取らしてくれるってことやもんな。うん、そうですね。あ、そこをちょっと調べて、はい、確かに調べれんのか、そんなもん。ちょっと俺がでも仕込んだはずなんだ、店。そりゃそうやな、ね、クソエディやな。から東京見たら、おば、川千家や、多分。あー、じゃあそこ目指して一回行ってみる。はい、6分お、めちゃくちゃ近い。行くか、じゃあ。いやー、やった。うなぎとトラさんぐらいしかないねんから。すぐそこもうなぎ、これうなぎやな。あ、うまい。やっぱうなぎ有名なんやな。うなぎ有名や。なんなんやろな。なんでなんやろな。なんすかね。やっぱ川が近いっていうのはあるの、なんか。隅田川。ああ、はい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 。あ、そうじゃないですか、でも。そこで取れてんのか、ほんまに。養殖じゃないの、こういうの。それ天然は食えないでしょ、多分今。うん、食えんのかな。うなぎとかめっちゃ高騰してるって言いますもん。うなぎも、うん、多分うなぎと電気代は、うん、高騰してる。でもそう考えてうなぎは日本のものやから、うん、もう高騰してるはずなの。まあな、その輸入もクソもないっちゃないけどな、はい、まあちょっと気は大きくなるよね。700万持ってるからな。そう、天然食うだろうか。天然のうなぎ。天然、まあ、いくらすんの。あるんですかね、そういう。あんのかな、比べれる何か、そういうのはね。なんかうなぎ屋とか、でもいや、ほんと何年も行ったことない気がするな。何年もうなぎ屋行ったことないと思います。いや、でも行かないですよ。でもまあ、俺も、はい、その、あれぐらいよ。あ、広川さん、まあ、俺はロケでも、まあ行くっちゃ行くけど。ゼロ一のロケで行ったな、はい、うんうん。その、でもまあ、一番最近うなぎ食ったのは、あのヒロちゃんの、はい、あれの時だけよ。ああ、あの名古屋のうなぎ屋。はい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 。やっぱめったに食わんし。言って食わないですよね。で、いつからこんな高なったん、うなぎって、ね。いや、ほんと高くなりましたよね。なんかさ、はい、じゃあ今までさ、おかんがさ、うん、土用の丑の日やみたいな、そう、なんかでさ、うん、スーパーで買ってくるやん。はい、あれ相当安かったやん。あの時代。そうですね。だってあんな高いもん買うわけないんやから。
確かに、うん、まだ一般家庭にもね、うん、ありましたよね、スーパーで買って、あるある、うん、僕らが子供の時というか、うん、ほんでさ、やっぱさ、はい、ああいうスーパーのうなぎってさ、うん、なんか知らんけどさ、はい、色濃くないなんかさ、ごまかしてる感じ、いいうなぎってなんか色薄ないタレがね、なんとなくイメージやで、はいはいはい、うん、なんかあのあんま良くない色してるよなあのスーパーのうなぎってタレいっぱいかかってね、色薄めのうなぎ食いに行こうか。ああ濃かったらどうするんですか。あれスーパーなんですかこれ。濃いってこと。でもうなぎ食ってる間、はい、車に700万積んどくってこと。ほんまやな。いや持ってった方がいいんじゃないですか。持ってった方がいいよな。持ってっても変やけどな。何やあいつらあのみずほの封筒持って。それこそ強盗成功したんかってなる。確かに。びっくりするでしょうね。あ、出てきた。ん？違うかあれ。あ、これそうですね。川千家って書いてない。うん、書いてる。でもここっぽいな。そのスタイルで行くんすね。変やって。だいぶ変ですね。その芝帝釈天これ。これ帝釈天やろな。ですよね。帝釈天バックに700万。よりちょっとお参りしていくか。すげえな、なんか立派やな。でも立派っすね、めちゃくちゃ、うん、てかやってる？いや、わからないです。何時やもしやってないって言われたら、うん、それ見せた方が、まあ、何歩か出すかこれでどうです、これでどうですでも、共通はついてるな。うん、あ、でもやってそう。やってそうですね、うん、すごい、はとばすご一行様が来るぐらいすごいと思います。あ、でもここじゃなかった、石尾さん。なんか中のさ、立派さこんなんじゃなかった。ちょっと待ってください。俺なんか結構、うん、中入ってから、はいはい、ストロークありましたよね。いや俺もなんかここやったと思うねんけどな、うん、ほらなんか俺こんなんやったような。確かに確かに、あ、俺もそんな気してきた、うん、すいません、やってますか。あ、 YouTube なんですけど、まあ、回しても大丈夫ですか。はい、あ、大丈夫です、すいません、やってます。いらっしゃいました。あ、いらっしゃいましたって。え、昔僕、うん、お母さん来ましたよね、ここ、うん、あ、やっぱそうや、ほらやっぱそうや、番組を、うん、あります、はい、そう、あ、じゃあやっぱりだから俺は来たことあるような気する、はい、お母さんも、うん、あの来たことあるよ、うんうん、だから、うる覚えのいい感じ。これでプラス1。はい、すみません。すみません、ありがとうございます。これ、お肉会もありましたね。ほら、そこ行きましたね。あ、すごい、この、あ、そう、多分、はい、参道なんや。参道やな。こっちから、はい、こっちから入ったもん。はい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 。ありがとうございます。これ絶対、あのここ置いとくけど、はい、絶対忘れんないそんなとこ置くんすか。ここ俺そこあ、でも街行く人に見せた方がいい。いや、なんで縁起物みたいに。まさかこれがね、700万やと思う。はい、失礼します。はい、確かに、こちらで、はい、あ、そう、鯉もあったよな、鯉食った。確かに鯉ありましたね。鯉は、でも鯉は違うところで食ったわ、うん、で、あれや、なんか食べれる草取って、そうそうそう、草のロケここでさ、天ぷらにしてもらったじゃん。天ぷらにしてもらった、そう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 、そうや、そうや。で、うな重、はい、じゃあ松やろ、はい、もう松がいいっすね、やった松。うなぎのたたきって何ですか。うなぎもやっぱお刺身みたいなもんですが、皮目が炙ってありまして、ポン酢でいただきます、うん、あ、それいいっすね。うなぎのじゃあたたき、うなぎのたたき、はい、で、はい、濃い洗いかへん。あ、いいですね。酢味噌でいただくお刺身、うん、あ、じゃあ鯉の洗 い、はい、かしこまりました。すいません、ありがとうございます。あ、ライバル YouTuber みたいなもん。ライバル YouTuber 撮ってますね。おいおい、葛飾芝また DIY しようとしてんちゃうかマジ動画を撮ってたな。動画撮ってた。あの年齢にしては珍しい。YouTuber か。YouTuber。年配 YouTuber。年配。でも年配のなんか、おっちゃんの Vlogger みたいな、うん、なんか流行ってるとかいますよね。Vlog？ おじさんの、はい。Vlog って何なの？ Vlog ってあの日常を、うん、あの YouTube にするみたいな。あこのチャンネルと近いんかな。俺ら Vlog やったのかな、これ。これ Vlog なんだ。
俺ら Vlog の先駆けやったんですよ。最近聞くような Vlog って。Vlog って聞きますよね。でこちら。はい、これ何ですか。これが叩きや。でこちらが粗いね。へえ。でこちらがポン酢ですね。うなぎの叩きのポン酢。はい。あ、うまっ。ないですか。うん。あ、うまっ。あ、うまい。ええ香りします。見て、色薄いやろ。確かに。確かに。確かにで向こうはタレの色。そうだ。かば焼きコーナーわからない。タレ前ですもんね。うん、じゃあちょっと濃いもね。濃いもいただいてみますか。濃い久々やん。濃いもさ、うん、食ったよな、あの食ったと思います。ファイナルですか。食った気がする。何やったっけ、どっかあの猿がさ、はい、温泉使ってるとこ行ったやん。はい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 、長野県のね。あれもファイトやったっけ。あれファイナルですほんまか。ほんまほんまです。それ覚えてるんで。何しに行ってんじゃん長野。確かに、なんで長野に行ったんやろ。ファイナルってなんか依頼とかないといかんやんか。はい、何の依頼もなかったファイトやねんってやることなかったやん結局うん、あ、うまうまいです。うまっ。 あ、いいね。いいですか。うん、あ、うまいね。こういううまい懐かしの味やわ。懐かしの味ですか。ファイナルの思い出します。思い出すわ、あの下積みの頃の、ね、ね、こう700万にね、あの時は700万もこう、そうよ、お前で財布に700円しかなかった少年たちが、ね、こうやって700万、これ絶対忘れんないよ俺今一生存在忘れてたわ馴染んでますね。もうみんな見てくんねんから。見てないでしょ。分からへんねんから。おごそかな感じの店です。三時やから。これ皆さんこれ三時やからガラガラですから。ね。それね。ああ、これ本当にもっとすごいですから、ね。だって予約のねめっちゃありましたもんね。うん、あれちょっと伊藤さんあれ、はいはい、サインありますけども。有名人の、ちょっと待ってください。ほんまや、我々来たんですよね。なんか、書いた気がしますけどね、むしろ書いてないか。書きはしたけど、あとバスゴルフコースなんだ。そうそう、来たよ。なんか通り道みたいになってる。あ、通過されると思う。通過、通過通過うそ。これ通り道なんですか。皆さん何か食べました。食べてないですよね通り道にされてるうそ、食べたんじゃないですか。みんな食べたんじゃないですか。近道にされてるやん。え、食べたんじゃなくてですか。食べたんじゃないらしい。何これ、通り道って言ってる人そう、うん、お母さん、今の方々ってうなぎ食べたんですか。今からです。あ、さっきの方々はこの通り道になってましたけど、今からです。今からだ。見学して戻ってきて。あ、そうなんです、ね、見学でこうちょっとね、向こうはバスなので、あ、バスの駐車場なるほどなるほど、バス降りて、あ、そういうことか。あ、なるほどなるほどそうなんですちょっと何さん、流星さん、うん、ね、はいはいはい、はい、ゆうちゃみ、ゆうちゃみね、これは誰や、2022年柔道、柔道や、だから、うん、安倍兄弟、安倍一二三、うん、安倍詩、うん、で2020、これちょっと誰か分からん。さあ、俺らのはないですね。ここか。まあね、結構前ですもんね、来たの。まあね。うん、結構前やったから。あれ何年？14とか13とかじゃないですか。4とか5やな。4とか5とか。うん、まあさすがにね。さすがにね。さすがになんでない。普通あるやん。あるけどね。そのぐらいの年代やったら全然。まあまあ。ゆうちゃみとか来てたらしょうがないよね負けるよね、そらあっち映してる時これ目離してたぞこれから
ご一行が危ないあんなご一行がうわっ溝の髪もこれそういう作戦かもしれないですね。陽動作戦みたいな向こうに俺らが聞い取られてる隙にどいてお待たせいたしました、はい、ハロー、はい、はい、ラジオの松ですね、はい、まず絶対お母さん俺から渡してください、ね、こんなやつ下手、はい、ね、渡さないね、いきますよ。うわこれはすごい。ほらやっぱさスーパーのより色薄いって。確かにちょっとね、うん、スーパーのさもっと茶色いで、うん、すごい匂いするな。いやこれはいい、ね、重厚やな。なんかねふっくらしててさ、ね、あいいね。このひょうたんから出す山椒ねあいいですね。これおつやで、おつです。ほんまちょっといくよ。うわ、果肉厚ですね。うん、うまい、うまいっす。あ、うめえ。まあ、そうやな、うん、天然か養殖かわからんけど、うめえ。あ、石田さん、通り道魚群ツアーこんにちは。こんにちは。です。もうそのままダイレクトに散策してますからね。本当にこれバレたらなんか森津さんを見てるのか700万を見てるのかわかんない。あ、あ年配のね方に来て言っていただいてありがとうですよ。え、ここ通り道なんておもろすぎるすごいよ。もうずっとその旅行行けてないんじゃないですか。全然前の時はよく思ったもんな。うまい時間だけはあった、あの時時間だけはあったほんまに時間以外何もなかったけど時間だけはあったわ。日本縦断してましたからね、うん、懐かしいよな、うん、また仕事なくなったらやろうなほんま、うん、この間さ、キャンプでさ、翔平が今何点ですかみたいな、はいはいはい、100点や今みたいな、うんうん、ある人してたやつ、しましたね。でも考えたらやっぱ、うん、あの頃はあの頃でさ楽しかったよな時間めっちゃあったからなマジで。そうですよね。金ないのが楽しかったのか、うんうん、なんやろな、うんうん、それこそストレスが楽しかったのか、うん、確かに、うん、ストレスもいい具合にかかってたんです。そういうことやろな、うん、あの家勝手に来てさ、はいはいはい、マイナリのスタッフなんかしなきゃ鍵持っててさ毎日来てたやん朝毎日俺ファイナルのスタッフに起こされてたよ小沢ストレッだからたまにさ、はい、そのな女の子と飲むやん、はいはいはい、さたまにエッチできるわけよ、はいなはい、その時にあ、できてまうんやあそのなんかできたら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 できてまうんやみたいなその寂しさなんか、うん、できたらいやできるに越したことないの、はいはい、でできへんかったらやっぱブチギレてんのよこのだからなんやろなこの人間ってこうないものねだりというかさクリアしてしまった寂しさうんそうなんかあんな難しかったゲームあんなゲームかわがままね。わがままですね。人間ってのは、うん、昨日もさ、はい、バイクさんと屋敷と久々に集まってさ、はい、でなんかバー行ってさ、うん、でそこのバーのマスターがさ、はい、森田好きだみたいな、森田好きだと来るって言ってるよみたいな、で待ってて一緒に飲んでるけどさ、うん、おおよそ好きとは思われへんぐらい愛想悪いねやつ。はいもうそのさ
嘘やろほんまマスターっていうそれやってさ俺らを引き止めて金使わそうとしてるだけなんだ桜みたいな呼ばれたんですようんともすんともめちゃくちゃ愛想悪いねこっちがなんか話広げようとしてもなんかもうなんかほっといてくれみたいな感じえって3人もいるんですよね3人おるよ芸能人 BKB、まあまあのね、ニューヨーク屋敷3人いてまあそんな世間から見たら大したことないかもせんけどそれでもさ、はい、まあ言ったらニューヨークなんか売れてるわけや、はい、屋敷がさ、うん、そう終わってもう俺らも出て、はい、もうなもう行くわーっつって、はい、またねーみたいな、うん、一応愛想よくして出てなんも売れても無理なんすね屋敷がほんまやなっつって売れたら売れたらその目あったらやれんのかなと思いましたけどなんも売れるの楽なんすねはい、いいんですか飾ってくれますねえ8年ぐらい前も書いたは書いたと思うんですけどゆうちゃみの上から行っていいですか本当飾ってるかどうかまた見てきますよもうすぐ飾ってくださいそこも誰よりも上にしてくださいね、はい、もうゆうちゃみの捨てていいですからね行きますか、はい、あーあ余裕700もあるかいやー食ったねあいましたねあれがだから あれが帝釈天ねでかいこれだけ抱えてこんなして柴又を歩く人もいないでしょうけどあーでもすごいなー、うん、やっぱここやなやっぱここやなここっすねここ来たな、うん、このルックスで思い出してます完全に懐かしいねうんコアムとかねね妖怪がほんまなんか修学旅行の小学校の修学旅行で来たとここんなとこやったもん伊勢の伊勢のね伊勢行きましたね俺も伊勢行ったなあれ神戸の、うん小学校も伊勢伊勢ですねあれなんだよなんであれ伊勢ばっかり行かされますよねなんで伊勢あんな決まってんやろなねえ夫婦岩見て、うん、朝起きれるやつだけ夫婦岩見に行ってなトラさんや団子やねえ食べれんねや草団子くず餅、うまそう。うまそうやな。うまそうっすね。うん、くず餅食う？確かに。どんなやったっけ？くず餅。こういうのじゃないですか。こういうのか。うん、これ何？おもちゃ屋や。おもちゃ屋。いやすごい。レトロっすね。雰囲気ありますね。まだ4時になってないのにな、閉めようとしてる。うん、すごない。おもちゃ屋はね。もう閉店。うんはーい あ、まあ、これが あれだすこれが黒蜜きな粉、うん、うん、うまいっすか、うん、ただ思い出すとかではない確かに初めて食った初めて普通に初めての味、うん、どんな味どんな味ですかね多分想像してる味あれか、うん、あれでも美味しいですよ、ね、美味しい、うんなんかただ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 葛飾 DIY やってんなあこれもなんか覚えてるなヤギリの私なねヤギリの私乗ったんやったっけ乗りました乗りました船なはいこっち渡ったら千葉ですよみたいなそうそうそ う, そう千葉の草はなんか違うんかみたいなそうなんかやってたな東京の草と千葉の草違うんかみたいなやったっけありましたあ平和やなでも平和っすねもうちょいストレス欲しいよなちょっと刺激足りないですかいやでもやっぱこれ持ってるというストレスはあるよねやっぱりね確かにあこんにちは、頑張りまーす YouTube ですか YouTube で YouTube でよく見てますえ五反田ガレージ
嘘っぽかったね。ちょっと見てなさそうでした、ね、見てなかったな今のは。あ、見てなかったな。今日一人です。というか大体一人です。その方がいい。これは卵焼き。ね。串に刺さってるの。串に刺さってる。ちょっと食べる。食べてみましょう。卵焼き。うん。あ、いいよ、大変。うん、失礼なんです。あ、そうです。です見てくださいね。ありがとうございます。応援してる。あ、はい、はい、はい。トラさんみたいになってる。ありがとうございます。五反田ガレージっていう YouTube です。見てください。知ってます。知ってますか、はい、知ってんすか。知ってます。もう大ファンなんで。ありがとうございます。あ、600円。あ、はい、はい、はい。ありがとうございます。これ YouTube 大丈夫ですか。全然大丈夫です。五反田ガレージですけど。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。五反田ガレージです。見てくださいね。言うな。で刺しろ。やった、出てもたな。かんな。出てまうんすね あれ。あ、美味しい。美味しい。うん。なんかあのお店の人とかに声かけられる感じは本当トラさんで。今日一人。確かにね。確かに。一人ですったらその方がいいよって言ってたな。うん、あ、小学生だ。知ってる？はい、うん、お誰？森下さん。なんて？もう一回言って。さらば青春の光さん。の誰、誰さん？一回言ったのにな。だいぶ自信なくなったよ。で、さっき言ったやつ言っていい？森下さん。あー。惜しかったなぁ。惜しかった。七曲りとごっちゃなってたんかなぁ。ありがとね。はい、見てな。五反田ガレージね。見るか。子供に気遣わしてもうたな。子供なりになんか誰だったっけなぁって惜しかったのにな。あ。あ、いいですよ、いいですよ。ありがとうございます。はい、はい、チーズ。ありがとうございます。見てください、よかったら。五反田ガレージです。五反田ガレージ。はい、っていう YouTube です。はい、すいません。トラさんやな、もう。あ、しっかりと五反田ガレージ。見てましたね。むしろ気持ちいいよな。なんでね。愛想愛で逃げられるようにな。でもなんか欲しくなってる自分もいました、正直。何が？愛想笑い。さあ、この人はどう切り抜けるんだろうっていうね。待っちゃってた俺も。皆さん、ね、絡んでくれますけども、ね、誰一人俺が700万持ってるとは思ってない。じゃないとあんな穏やかな絡み方してくれへんそうですね、うん、抱きかかえてね抱きかかえてね回したら気づかれた感じあるなカメラ分かってる感じなんですよね、ね、うん、ちょっと気づかれたよな今それは本当に会長赤ちゃんの時からねあ敏感なんや、うん今なんか始まろうとしてたのになんかこのカメラでなんかやめたやめたよな始まろうとしててんて今なんか何始まるいやなんか専務があそこに行って会長にこうほらおー出るほら出ますいや俺もこのシーンを撮るために残るのはちょっと嫌よもう、そ知らぬ顔になってしまった、二人とも、うん、そうね、カメラ撮られたんやなそうね、いっか、うん、行きましょう
フェイント曲がってたっていう顔してます。うん、そうやな、うん、そう来ると思ったみたいな顔されてる。ほんまにその顔やな。ほんまにその顔やな。ちゃんと最後まで見届けようとしてるわ。そうね。くそ。行きますか。行きましょうか。行きましょうか。あ、ごめんごめんごめん。ごめんごめんそんなつもりじゃなかった。なんか普通にびっくりさせてしまった。ちょっとごめん。ごめん。ごめんね。そういうつもりじゃなかったんです。ごめんごめんごめん。もう帰るから。ごめんね。ほんまに帰るで。ほんまに帰ろう。ほんまに帰ろう。